石滝を備える水系物。天然の岩の上をカスケードにして、自然な山腹の水系を、京成アメリカ合衆国オレゴン州ジャックソンビルにある小さな池のない水系物。貯水池とポンプは見えない岩の下に、フランスのバガテル公園の人工滝水系物、もしくは水系施設は、造園と庭の設計では水系をなす一つ以上のアイテム。水盤、噴水、樹洞。 カナル、プール、池、リル、人工滝及び人工渓流などが挙げられる。また水系とは、天然か自然か人工に関わらず、水が織りなす景観を言う。水系物は屋内、または屋外の場合とがあり、デスクトップサイズの噴水から大きな建物の壁全体を覆う、大きな屋内の滝まで、またサイズも様々で、材料も石、ステンレス鋼、樹脂、鉄、 ガラスなどが使用され、現在では単純なタイマーで、アクチュエータから音楽を水と光のアニメーションなどを導入する高度なコンピューター制御に至るまで、電子制御も利用される。注目すべき現代的な例として、イギリスのロンドンにあるダイアナ引き年噴水など、多くの場合、園石などの外交の魅力の増加、家の資産価値、騒音郊外の減少、乾燥地域の湿度の増加、 空気質の改善など、住宅所有者に追加の利点がある。近代初期のヨーロッパでは、噴水は裕福な大邸宅の成功な庭園で見られ、現代では自治体、または公共によって提供される都市デザインの要素になる可能性も見受けられるし、中流階級の家の庭でもよく導入がなされる。場所に水を引き込む動力は18世紀以前は、 重力による供給であったとされていたが、有名なバビロンのハンギングガーデンではアルキメディアンスクリューによって供給されているというストラボンによる記録がある。現代の水系物は通常自己完結型で水を引き込む必要がない。むしろ水は池、または隠された貯水池から循環リサイクルされている。貯水層は 水域内に収容するか地下に埋めることも可能。水供給は今日では水土ポンプを使用して動力供給がなされている。古代では重力、人力、または動物の力で水を汲み上げていた。18世紀以来水の機能の大部分はポンプによって駆動されていくが、過去には動力源は時として蒸気機関なども利用されたが、現代ではほとんどが 電気による動力供給がなされている。また市場が確立され、人々が太陽光発電などの代替設置方法を認識するようになるにつれて、革新的な設計の範囲が広がっており、太陽光発電を使用する利点には環境への配慮というメリット、庭に電線が見えなくなること及び自由エネルギーであることが挙げられる。ありがとうございます。